こんにちは。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫です。今日は、アマゾン輸出でよくある勘違い、特に日本人に多い危険な勘違いですね。日本アマゾンやってると、理想的な方法としてよく推奨されてるのがね、わからないことや確認したいことは、まめにサポートデスクに解決すると。これ日本では歓迎されますが、オーストラリアでこれやられたら、迷惑以外の何者でもないです。別に私が迷惑ってんじゃなくて、アマゾンから見てね、わかんないの、これ、ということでね、かなり、まずいことになりかねない、ことです。で、オーストラリアはまだね、出品者少ないんで、アカウント削除された事例はないですけど、アメリカだと、もうこのいらない質問してね、あるいはね、うざったい確認をして、アカウント削除されてる人がたくさんいます。日本人がよくやる3つの質問、ね、ガイドラインを読まずに、質問すると、ね、ガイドライン、どこを見たらいいんだかわからないから、とりあえず質問して確認しちゃおうと。ね、あるいは、ガイドライン見て、こう書いてあるけど、会社これで合ってるかな？ね、運営これでいいのかな？念のため、質問、ね、確認すると。質問して確認する。あるいは、もう、読んでみてね、これちょっとまずかったのかなと。でもいいや、ね、ダメ元で聞いてみようと。ダメ元で質問してみようと。この3つよくやりますし、やったところでね、日本人相手だったら、ね、日本アマゾンであれば特段問題ないんですけど、これはオーストラリアアマゾンでやると、ね、とても危険です。アメリカアマゾンでこれやったらね、さっさとアカウント削除されますんで、分かった時にはもう手遅れということになります。ガイドラインを読まずに、する質問。これはね、読みゃいいのになんで読まないのというのは、大体誰でも分かりやすいと思うんですけど、念のため確認なぜいけないのか、ね。日本だとね、確認してね、別に、確認したいだろうと、あるいはね、確認するのが自分もやってるんで普通なんですけど、オーストラリアでは、なんで書いてあるの確認するのと、ね、理解できないの、あなた、という感じで取られます。あるいはね、ダメ元で相談っていうのは、そのまま迷惑な行為ですよね。ダメだって言って、なんでお願いしてくるのと、ね、随分と、ね、迷惑な人だなというふうに思われます。で、これ、いろんな理由があるんですけど、その理由の一つね、給料の差、ね。日本のように天地賃金で働く人材は、オーストラリアでは見つかりません。日本はね、もう給料安くて、しかも働きがいい、ね。で、日本語同士なんで理解力も高いんで、質問して相談とかっていうのはあり得るんですけど、オーストラリアとね、人件費高い、ね。で、質問して、理解できない場合もあるんでね、質問して、解決するまで時間もかかると。だから初めから、質問を歓迎してません。ね。これね、何度も言ってるんですけど、特にね、なんですかね、もう日本に慣れてる人は、なんでサポートに質問してまずいなと。サポートは質問する窓口だろうと反発する方もいますけど、なんでまずいんだって。だからね、質問するとまずいことになるし、物語が良くなる、状況が良くなることはないんで、極力質問は避けた方がいいというのがね、オーストラリアアマゾンをやるときの心構えです。念のため確認しようとかせずにね、アマゾンに連絡する前に私に相談してください。もちろん私への質問は大歓迎です。そのためにね、お金をいただいてサポートしてるわけですし、質問してくれる、あるいは確認してくれることによってね、こういうことを確認した人が多いんだなというのがわかりますし、みんなね、こういうことで困ってんだなというのがわかりますし、あるいは状況がね、たくさんつかめて、よりサポートの質が上がるんで、私への質問は大歓迎。ただ、オーストラリア、アマゾンへの質問はまずいことになりますし、今のところアカウント削除ないですけどね、これオーストラリア人、電話好きなんで、これ質問ちょっと意味がわかんないなと。電話して確認しようとしたときにね、英語できませんとか言ってると、やっぱりね、英語できなくて全くこっちの書いてあることも言うことも理解できないんだというふうになっちゃいます。そうするとね、かなり高い確率で、やめといてもらった方が無難だねという判断になりかねないんで、特に日本でのね、ビジネスに慣れてる人ほど、なんですかね、この点勘違いしてることが多いんで、質問だの、確認だのね、全くオーストラリアアマゾン確認、歓迎してませんので、ね、余計な質問したり、余計なお願いしたり、余計な確認しないようにしてください。また、私へのご質問、ご報告、確認は大歓迎ですので、お待ちしてます。どしどしお寄せください。アマゾンサポーター、堀秀夫でした。